猛ダッシュすると滑ってしまう廊下にカーペット敷きました。前から予定はしていたのですが、ホームセンターに行くと安売りしてたので、もう今しかないと思ってやりました。本当はおしゃれな公園風に緑色にしたかったんですが、思ってるような色がなくって仕方なく青色にしました。でもこれでみんな滑らないからね。よし、みんなを走らせるぞ。というわけで、平安歩ならぬレッツ廊下歩。廊下歩？まずは最近かなり出して出してがすごいゴールデンハムスターのタルトさんからです。ゴールデンは意外と走るのが遅いというか、ロボロフスキーやジャンガリアンに比べるとしたしたというよりものっしのっしと走ってる感じがします。こんなプリップリのお尻をしていますが、実はスマートなんですよ。こんなトンネルも余裕で通れちゃいます。最近はタルト部屋から撤去したあの回し車がお気に入りで、廊下ではなく回し車をかっ飛ばしてます。あとはマーキングも始まりました。これもロボロフスキーやジャンガリアンではあんまり見られない行動ですよね。タルトさん見てるといろんな発見があります。お次はロボロフスキーのラテ君。ラテ君は部屋散歩経験者ともあって、クンクンあたりを匂いながら散策している感じです。ちなみにチノ君を走らせてみたら、ビビっておやつももらってくれないし、ちょっと近づこうとしたらおやつを持って逃げちゃいました。なんかごめん。チョコミントも走らせてみました。この2匹はケージが狭いので、積極的に廊下を散歩させていこうと思います。でチョコ？最後はジャンガリアンのカシちゃんです。とにかく飼い主に登ってきて全然散歩じゃない。とある日は、またとある日は、もうカシちゃん、私のこと好きなの分かったから。そんなこんなでこのスペースを一番楽しんでいるのはタルトさんです。毎晩扉の前で部屋散歩を待ち望んでいます。タルトさん以外にも楽しんでもらおうと、空のティッシュ箱やタオル、回し車を置いてみたりしましたが、ほぼタルトさんしか使ってません。でも思いっきり走る姿が見られて、飼い主は満足しています。ハムちゃんたちも広いスペースで満足してくれてるのかな。皆さんはどれくらい部屋散歩させていますか？ゴールデンに関しては経験がないので、どれぐらいやっているのかなど教えていただけるとありがたいです。部屋散歩に満足して、出して出してっていうアピールがやむのかどうかなども一緒にコメントしてくれると嬉しいです。この動画がいいなと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。